スーピー側チャンピオンラウ、ワンピー側チャレンジャーファイン。この試合予想できますか？そうですね、スーピー側のプレイヤーですが高段位のプレイヤーですから期待が高まりますね。なるほど、いやいや一方的な展開、体力が全く飛ば抜けていった。投げ抜けはない、はい、ピンチ、ガード、変身範囲勝。またここまでどうです？ 2P 側のプレイヤーですがガードが硬くて相手の攻め手を封じてましたよね。なるほど、この後気を抜かずに相手の出方を伺ってもいいでしょうね。なるほど、大ダメージを、この集体ピーから、ここからどうする？ナイス、コソンハ溜めている、投げ抜け、ミドルキック、ダメだ、勝負だった。セットカウントは1対1、はい、1本取って追いついた。この勢いでもう1本取りたいところ。第3ラウンドが始まりました。手上げていった、さらにヒット、ラウ一気に畳みかける、カウンター、やった。セットカウントは1対2、シーソーゲームだ。さらに引き離したいでしょうね。第4ラウンドスタート、よろけだ、ミドルキック、そこへパン、投げ抜け、うまい、ここは抜けていった、下げて、レギャン、両者手が出ないか、壁だ、空中コンボ、ナイスコンボ、KO。 セットカウントは2対2、はい、一気に余裕ができたか。さあ次が最終ラウンドですよ、運命の第5ラウンドスタート、さらにヒット、避けて、ミドルキック、残り体力が、投げ、重ねていく、 KO。 劇的なシーンで幕を閉じてしまいましたが、いやーいい試合だった、ラウ勝利しました。迷いなし。